はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1129日目ですね。はい、現在2023年1月10日の、15時5分なんですけども、今回ですね、ちょっと契約書の方をね、開封したいなと思うんですけども、ゴールド契約書5枚と、あと A ランク契約書、ランダムが4枚ありますんで、その4枚と、あと、ですね、これですね、はい、プロスピコロシアムの、累計ですね、閲覧契約書、この合計10枚の契約書を、ね、開封して、まあ、ぜひオリックス女性ね、強化できればなと思ってます。はい、そのプロスピコロシアムなんですけども、まあすでにね、もう終わったんですけども、僕の順位なんですけども、これですね、はい、今回こんな感じになりました。はい、はい、トップランクランキング1位、記録137ということで、見事、なんとかね、なんとか1位になれたかなっていう感じなんですけども、まあ最終日前にね、2位の方と、まあ、17本あるんですけども、最終日前も結構もう差開いてたんで、まあ、最終日ちょっと気楽にできたんでね、まあ、それは良かったかなと思います。はい、まあ、ちなみにですね、阪神純正編の方は2位で終わりましたね。はい、ちょっと残念でしたけども、こちらオリックス純正編は一応1位取れましたんで、まあ報酬的にはこれですね、はい、100エナジー、これは大きいですね。はい、10万コイン、3万スピンメダルですか、これもらえますんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、そういう感じですね。はい、それではですね、おこれ来てますね、ランキング結果発表。はい、ちょうど来ましたね。はい、1位報酬もらいました。はい、100エナジー、3万スピンメダル、10万コイン、ありがたいですね。はい、よかったです。はい、それではですね、契約書の方をね、開封したいなと思うんですけども、まずはゴールド、まずは A ランク契約書4枚からいきますね。はい、1枚、2枚、で、3枚、4枚ですね。はい、まあできればね、オリックスの選手1人ぐらい来てほしいなと思ってます。いきます、 A ランク役者4枚お願いします。オリックス来い。できればね、本田選手、中川選手の A ランク欲しいんでね、来てほしいですね。さあどうでしょう、 A ランク4枚オリックス来い。うん、原口選手、阪神、はい、オリックスお願いします。外崎選手、西武、オリックス来い。おーっしゃ、めっちゃ嬉しい。いや、めちゃくちゃ嬉しい。これで極みです。はい、本田選手来ましたね。いや、 A ランクランダムで来ました最後、嬉しい。はい、めちゃくちゃ嬉しい。はい、これで極みになります。もうオーダーも入ってますんでね、これは嬉しいですね。最後、中川選手来てほしい、来い。うん、隅田選手、セーブですね。いや、これめちゃくちゃ嬉しいな。いや、本田選手これで極みですわ。まあ、めっちゃ嬉しい。よかった、めっちゃ嬉しいです。はい、ごめんなさいね、ちょっと興奮しました。はい、びっくりした。はい、それではゴールド契約書5枚いきますね。1枚、2枚、3枚、4枚、で5枚ですね。はい、これはね、もうぜひ、まあそうですね、 S ランク来てほしいなと思ってます。 A ランクやったらオリックス来てほしいです。いきます、ゴールド契約書5枚お願いします。いや、本田選手嬉しいわ。めっちゃ嬉しい。 S ランク来い。おー、 A ランク以上、 S ランク来るかも、来い、 S ランク来い。んー、 A ランクかな、割れろ、あ、割れんか。まあまあ、でも A ランクが来ますね。オリックス来い。どこで来る、うん、あ、来た、ポランコ選手、巨人ですね。はい、もう一枚来い。あ、これですね。まあまあ、でもゴールド契約書5枚で A ランク1枚来ましたので、よかったです。いいですね、いい感じですね。はい、はい、それでは最後に、これですね、プロスピコロシアム累計34試合達成の報酬の S ランク契約書、これいきます。ぜひ S ランク、 S ランクちゃうわ。ぜひオリックス来てほしいです。いきます、お願いします。オリックス来い。さあ、オリックスの選手来てほしいです。いや、本田選手のね、 A ランクめっちゃ嬉しいんで、この流れでオリックスの A ランク来い。うーん、坂本選手、最近めっちゃ巨人来るな。そっか、坂本選手またええの引きましたねこれ。まあまあ、でもね、一応オリックス純正だけでやってますんでね、ミキサーの方に行きますけども、巨人の坂本選手来ました。はい、びっくりした。はい、はい、今回こんな感じですね。まあちょっと A ランクの契約書ね、4枚でうち1枚、オリックスの本田選手来てくれましたので、これで極み確定なんでね、めちゃくちゃ嬉しいんですけども、まあ一応ね、アンダーを
今回1位取れましたんで、まあ良かったかなと思います。阪神の方はね、ちょっと2位で残念でしたけども、こちら1位取れましたんで、170もらいましたんでね、非常に嬉しく思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード、オリックス純正編でした。